秋田の農産物を物流で応援。畑は笑顔。この番組は畑の応援団秋田アグリサポートとご覧の皆様のご協力でお送りします。さあ、今回ご登場いただく旬の農産物はこちら。こんにちは、 JA 秋田新生のアスパラガスです。今日は私のふるさとを紹介しますね。県内でいち早く桜の便りが届く由利本荘市、ビニールハウスの中でもアスパラガスの春の収穫が始まっています。こちらは私たちを育ててくれている鈴木さん。以前は切り花を栽培していましたが、5年ほど前からアスパラガスの栽培に取り組んでいます。切り花と違ってなかなか鈍感っていうか、肥料をやっても効いてるのかどうかわからないような、ちゃんとしたものが最初できなくて、で規格外みたいなものが結構多かったもんだから、どうかなって思ったりした時になりました。ふかふかの土壌や温度管理、試行錯誤を重ねた鈴木さん、今は私たちがのびのび成長できる環境に整いました。切り花は切り花でその時その時なんだけれども、アスパラは前の年の頑張りで次の年に、まあ、それが成果として出るから、それがいいのかなと思ってて、で太いのが出れば、あ、去年頑張ったのかなというふうに。食卓に春を告げるアスパラガス、味が濃く食感も柔らか栄養も満点。鈴木さんも太鼓判を押してくれています。春芽は何やっても美味しいから、まあそんなところで食べてもらえばいいのかなと。旬の美味しさを味わってみてくださいね。今年も美味しく育ててくれてありがとう。